なぜ恐竜は絶滅したのか。その理由は小惑星の衝突だけではなかった。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり気候はなぜ恐竜は絶滅したのかについて紹介していこうと思います。恐竜はかつて地球を支配していました。しかし今から6600万年前に突然絶滅してしまいました。なぜ恐竜が突然絶滅してしまったのか、その原因は長い間謎とされてきました。しかし1980年代になって小惑星衝突説が提唱されると次第に有力になり、やがて定説になりました。ところが最近になって、どうやら恐竜が絶滅した原因は小惑星の衝突だけではなかったことが少しずつ分かってきました。今回は最新の研究結果を踏まえつつ、恐竜が絶滅した原因について詳しくお話ししていきたいと思います。1、小惑星衝突説とは。まず小惑星衝突説について説明しましょう。かつて恐竜が絶滅したのは火山活動による地球規模の気候変動が原因だと考えられてきました。しかし1980年代に入ると、物理学者ルイス・アルバレスと惑星科学者ウォルター・アルバレスの親子が小惑星衝突説を提唱し、次第に有力視されていきました。では小惑星衝突説の根拠を見てみましょう。恐竜は白亜紀の末に絶滅しました。そしてこの白亜紀とそれに続く第3期の間に KT 境界という地層があります。この KT 境界よりも古い地層では恐竜の化石がたくさん見つかります。ところがこの KT 境界よりも新しい地層では恐竜の化石がほとんど見つかりません。そのため KT 境界は恐竜の絶滅と深く関係していると考えられます。そしてこの KT 境界には次のような特徴があります。小惑星に由来すると考えられるイリジウムなどの元素が大量に含まれている。小惑星の衝突に由来すると考えられるテクタイトなどの鉱物が大量に含まれている。大規模な森林火災に由来すると考えられるススが大量に含まれている。そこで恐竜の絶滅に小惑星の衝突が深く関係しているのではないかと考えられるというわけです。そしてこの小惑星衝突説は1990年代に入るとさらに勢いを増しました。メキシコのユカタン半島に巨大なクレーターがあります。いわゆるチクシュルーブクレーターです。その直径は180キロ以上にもなります。このような巨大なクレーターを生んだのは地球史上3番目に大きな小惑星の衝突で、小惑星の3大インパクトの一つに数えられています。直径10から15キロにもなる小惑星が秒速20キロで衝突しました。その破壊力は広島型原爆10億個分にも相当します。まさに恐るべき破壊力です。で、このチクシュルーブクレーターができた時期は恐竜が絶滅した時期と同時期であることが分かっています。つまり恐竜が絶滅したのと同時期に実際に巨大な小惑星の衝突があったことが分かったのです。こうして小惑星衝突説はほぼ間違いないと考えられるようになりました。2、その時一体何が起こったか。では小惑星がユカタン半島に衝突した時、一体どのようなことが起こったのか、最新の研究を踏まえつつ詳しく見ていくことにしましょう。まず小惑星が衝突した衝撃で巨大な飛球が発生しました。上述しましたが、そのエネルギーは広島型原爆の10億個分にも相当します。そのため、半径1000キロ以内にいた恐竜は秒殺されてしまいました。
それにしても半径1000キロが一瞬で壊滅とは恐るべき破壊力ですよね。ちなみに半径1000キロの円を描くと、ちょうど北海道から九州まで日本列島がすっぽり入ってしまいます。そしてこの衝突の瞬間を、ラッキーにも生き延びた恐竜たちを襲ったのは大火災でした。巨大な爆発によって放出された莫大な熱エネルギーによって周囲の森林が燃え上がったのです。しかし大災厄はこれで終わりではありませんでした。続いて恐竜たちを襲ったのは津波でした。高さ300メートル以上にもなる津波が恐竜たちを襲いました。高さ300メートル以上というと、大阪にある2019年5月現在日本で一番高いビル、アベノハルカス300メートル60階建ても水没してしまいます。また日本で2番目に高いビル、横浜ランドマークタワー296メートル70階建てももちろん水没します。背筋が凍りますね。そしてその後、恐竜たちを襲ったのは巨大地震でした。地震の規模はマグニチュード 10.1 です。ちなみに東日本大震災のマグニチュードはマグニチュード9ですから、東日本大震災の約32倍の規模の地震になります。凄まじい規模の巨大地震だったことがわかります。そしてその後、秒速約270メートルの風が恐竜たちを襲いました。最大級の台風でもその風速は秒速約50メートルですから、その約6倍ですね。そして最後にやってきたのが105デシベルの爆発音です。まさにフィナーレです。以上が小惑星が地球に衝突した直後に起こったことです。これだけでもかなりの大災厄です。しかし恐竜はこれだけで絶滅したわけではありません。続けてこの大災厄を幸運にも生き延びた恐竜たちを、地球規模の気候変動が襲いました。キーワードは衝突の冬です。小惑星の衝突によって粉塵が巻き上げられ、太陽光線を遮りました。そのためその後数十年にわたって地球は寒冷化しました。地質調査からこの時期、地球の海水の温度は7度程度まで低下していたことがわかっています。そしてその結果、植物は光合成を行えなくなりました。そのため植物を餌としていた草食恐竜が絶滅し、ついで草食恐竜を餌としていた肉食恐竜が絶滅したというわけです。ここまで恐竜にフォーカスしてお話ししてきましたが、実はこの時地球上の約 80% の生物種が同時に絶滅しています。小惑星の衝突によって絶滅したのは恐竜だけではなかったのです。3. 恐竜が絶滅したのは小惑星だけが原因ではなかった?以上が恐竜の絶滅について一般的に考えられているシナリオです。しかし最近になって、実は恐竜の絶滅には小惑星の衝突以外にも火山の大噴火が大きく関係していたとする考え方が登場しました。2015年10月アメリカの研究チームが、恐竜の絶滅には小惑星の衝突とともに火山の大噴火が大きく関係していたとする研究結果を発表しました。研究チームは現在最も精度の高い年代測定法を使って、小惑星が衝突した年代とインド・ムンバイで起こった大噴火の年代を測定しました。その結果、小惑星の衝突は6604万年前、インド・ムンバイで起こった大噴火は6604万年前からその後5万年くらいの間に起こったことが分かりました。このことから研究チームは、小惑星の衝突とそれに誘発された火山の大噴火によって地球規模の気候変動が起こり、恐竜は絶滅したと結論付けました。
恐竜は小惑星の衝突と火山の大噴火のダブルパンチで絶滅したというわけですね。私はこの説に一番説得力を感じます。現在、恐竜が絶滅した原因について最も有力な考え方といえます。4. まとめ。では最後に今回のお話のポイントを簡潔にまとめておきましょう。恐竜が絶滅した原因については次のようにまとめられます。かつては火山の大噴火による地球規模の気候変動によって恐竜は絶滅したと考えられていた。その後、小惑星の衝突による地球規模の気候変動によって恐竜は絶滅したと考えられるようになった。しかし、現在最も有力な考え方は、小惑星の衝突と、それに誘発された火山の大噴火による地球規模の気候変動によって恐竜は絶滅したとする考え方である。ところで皆さんは、全世界規模の宇宙防衛組織が実在することをご存知ですか？いわゆるスペースガードです。日本にもその支部の日本スペースガード協会があります。もっとも彼らは宇宙人の侵略から地球を守っているわけではありません。小惑星を観測することによって、小惑星の脅威から地球を守っているのです。絶滅してしまうので、恐竜の二の舞はごめんなさい、というわけです。これからの彼らの活躍に期待したいですね。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。